どうしようもないバカしかいない日本ですからね。まあ、その中でね、人材をね、作り続けていかなきゃいけない。消化損塾じゃねえつって言って私はあれ嫌いですからね。日本人ってバカしかいないからね。その消化損塾が何やったかっていうことを考えりゃね、あんなものを認めるわけにはいかねえだろうよ。んその消化損塾、要は長州藩でしょう、ね。長州藩が何やったか、明治維新で何やったか、ご一新で何やったかってミリアですね。 日本ボロボロにしたんですよ。で、そんなものをですね、やったですね、消化損塾なんてのを、あんたあがめ立てまつってる時点で頭がおかしいんですよ。まあ、こういったね、一点においても、一点においてもね、いや、テロリストであることは間違いはないんですね。吉田松院っていうね、このジジイはですね、ま、あ30代で死んだんですけどね、まあ、30代とか20代で死んだんですよ、こいつ。20代で死んだんですけど、29歳ですかね、腹切ったの。 もう、絵面見るとなんか50代ぐらい、60代ぐらいのね、じいさんに見えるけれども、29歳で死んでるんですね。死んで当たり前ですからこんなもの。当時のね、生体である幕府にとったらどう見てもテロリストですからね。だってあの、松陰のあの、手紙皆さん見てくださいな、一回。幕軍殺せ、幕軍殺せ、幕軍殺せって、こいつ頭おかしんかいっていうぐらいに幕軍殺せとしか書いてないんですよ。で、それをあの、吉田先生は素晴らしいんだーってやってるのが山口県なんですね、バーカが。 本当にこいつらバカしかいないんですね。ここで聞いてる山口県民の皆さんには申し訳ないと思うけれどもね、安倍蕾蔵といいですね。ろくなの出してないでしょうに、長州藩ってね。未だにね、殺長政治が続いてるって言うけれども、あんた、長州って本当ろくでもない人間しか出てないんですよ。断るごとに、松陰先生が、とかですね。あるいはあの、蕾蔵様が、うるせこの野郎という、山口県長州藩のね、毛利家ですね。 全員打ち首にしたって、もうこれね、しょうがねえだろう。お前たちのせいでね、日本こうなったんだから、てめえら全員打ち首だいというですね。あと、あの、薩摩の島津も全員打ち首です。 結果責任を取るのが政治であるならば、今の日本のね、責任っていうのは、島津毛利にあるでしょう。当たり前でしょうね、これ。いや、本人たちはね、結局その後、下級武士にね、公爵とか言ってですね、爵位与えられて、家族階級にね、こう追いやられて、で、発言権がなくなったっていうけど、お前たちがそもそもこの明治のご一心をね、作ったんだろう、うこのバカ垂れが。ええ加減にしないとね。いや、薩摩長州が潰れるぐらいだったらいいんですよ。日本が今潰れそうな状況になってるんだ。今の日本、ご覧なさいな。